おはようございますただいまから産業交通水道委員会を開会いたします。本日は初めに交通局関係で請願1件の審査および昨日までにお申し出のあった一般質問を次に産業観光局関係で報告1件の聴取を行うことといたします。また、議事者報告および一般質問につきましては関係する議事者のみの出席といたしております。以上、ご了承を願います。 それでは交通局関係の請願審査を行います請願第58号バス一新事件の利用範囲の拡大を審査いたします前回の審査を継続いたしますえ何かご質問がある方はございますかはい、えー。なければ取り扱いはいかがいたしましょうか自民党さん はい、あのデリケートな問題ですんで、えー、引き続き、えー、考えていかなきゃいけないと思いますんで留保でお願いいたします。共産党さん留保でお願いします。はい。公明党さんはい。留保でお願いいたします。共都大津委員お願いします。安井委員、はい、留保で結構です。はい、えー。前回一致で、えー、留保を当することにご異議ございませんか。 はいそれでは本請願につきましては留保といたします次に交通局に対する一般質問を行います昨日までに木田委員から京都市交通局新経営計画について北山委員から民間バス路線の検討及び料金についてそれぞれ一般質問のお申し出がありましたので 順次発言を認めることといたしますなおお申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願いますそれでは一般質問に関連しない委員長はこれで退席願います、はい、それでは一般質問を行います牧田委員どうぞおはようございます 先般ですね、新経営計画について答申が出されました、その中でちょっとガイドラインに沿って質問をさせていただきたいと思います。まずあの、今後5年間は混雑対策に力点を置きなさいということでございますけれども、具体的に5年間、 どのような混雑対策をお考えなのか、現時点のご見解をお聞かせください。高見自動車部担当部長、はい。今後5年間で取り組みます、まあ、喫緊の課題と認識してございます、混雑対策の具体の取り組みでございます。まず一つは地下鉄 市バス一つのネットワークと考えましてまだ輸送力の大きい地下鉄への誘導が大きな柱の一つでございますこれは先生ご了解の、えー、地下鉄一日バス一日券の、えー、積極的な PR によりまして地下鉄で誘導を申し上げますあるいは、えー、春秋東山あるいは金閣寺で行っております無料でバスのお客様を地下鉄に誘導し無料で 地下鉄でお帰りいただくという柱がございます一方あのバスそのものについて着目した部分につきましては本年の3月10今年の3月16日から本格導入いたします105系統で行います前乗り後ろ路方式の本格導入あるいは、えー、座席の一部を取り払いまして、えー、荷物が45個 5 5個から4個から5個乗せることができる大型荷物に対応した車両の導入、あるいはあの観光のお客様と生活を住民の皆様の、えー、まあ分離と申しますか、えー、乗り場を変えるという形で実証実験で金閣寺の春から、えー、観光系統と既存系統の乗り場を分設するということを考えてございます。また、あのー 観光のお客様にはできるだけ観光系統に乗っていただきたいという観点から観光系統のバスにつきましてラッピングを一新するあるいはヘッドマークをつけて認識,をあの認識がしやすいようにするということがございますもちろんあの先般来ずっと導入しておりますラッシュ型車両これにつきましても引き続き導入をいたしまして29年度末の導入率32%から30年度見込み 三十八パーセントまでけていきたいと考えてございます。以上でございます。僕はまずやはりですね、えー、今シバスに絞っておあの質問いたしますけれども、生活の足、そして通勤通学、そして観光、それぞれなかなかね細分化してこのバスはあの観光だけとかねいう勘違いがないようにねラッピングしてもらうのに。 どなたでも乗れますということは当然なんですけども、まああいうならば1つはです、ね、先般も京都バスのトラフィカの件があ,ありましたけど民間バスとのコラボレーションですね重複路線でもう1つはあのラピッド快速バスをいかに活かしていくか今ご答弁いただいたように地下鉄への誘導という柱があると思いますただどこまで周知できるかということがなかなか難しいと思いますね 知らない人がい,っぱいいい人がっぱますよだから例えば京都駅のバス乗り場見てますと僕はまあ結構 B 乗り場使うこと多いんですけども B 乗り場でもあの並んでる人がねあの系統がいくつも来ますね同じ乗り場にだからなかなかぐちょぐちょってなってしまってね例えば205が来て他のバス待ってある人があやはったら後ろに並んでなあかんとか。 そういういこともどうぞ来たバスからお乗りくださいみたいなとかねやっぱりこれから表示っていうのも必要となってくると思います、まあ、いずれにしてもあのバス乗りは来年すべ、えー、ての京都駅のバスターミナルにはミストがつくわけですけどもこれから経、ね、営厳しいですけども長寿社会を迎えていますし今、階段でしか、ね、ポルタから上がるとかありませんね。 だから上に上がるのにどういうふうにしたらいいのかっていうことも経営がだんだん良くなってきたポルタもあるんでそういうところと提携しながら増客っていうものを目指して具体的にこんだけ交通局やってるんだよというところをね示せるようなことをやってほしいし大変厳しい環境にこれからしばらく置かれますけどもやっぱり増客に向けての姿勢っていうのをね 見せてていいたただきたいと思っておりますでその中で安易な運賃改定に頼らないという姿勢もお示しいただいているわけでございますけども適正化っていう意味でね今日もこの一日乗車券のいうなら審査があったわけですけども一日乗車券にしても500円から600円に改定されたわけですが。 230円という金額を考えると、3回乗れば元が取れるということが継続されております、例えば、690円ですね、3回乗ったら、普通の運賃で、じゃあ、それだったら600円の方が安いやないかと、ただ次、700円になったら、4回乗らないと10円元取れないとかね、いうこともあるかと思いますんで、そういう一日乗車券の見直しについても、やっぱり慎重に考えてもらわなきゃいけないと思っておりますけど、このあたりについて、いかがお考えですか。 安先生、ご指摘のとおりですね、百九十円と、3回乗ったら690円になりますので、700円と600円の間にはちょっと違いがあるかなというふうに思っております、あの今回、投資の中でもいろいろいただいてますが、我々普通運賃とあのまあお客様1人当たりの平均単価がやっぱり安いというのが課題やと思っておりまして、今晩だかですね、 あのこの5年、まあ、これから先なんですけど、まあ、IC サービスの拡充もしていきたいと思っておりますでその中で他の乗車券も含めて、まあ、総合的に見直しを図っていくことで、まあ、その見直しの中での単価の向上もしていきたいというふうに思っております。大院今ご答弁のの中ででありますす IC の割引ですね これももう少し考えていかなあかんと思う、トラフィカやったらです、ね、割引金額がまだ大きい、隣の加藤議員がいつもおっしゃってますけども、IC カードを普及させたいならば、やはりそういう、ね、まあ、言うたら割引の拡大っていうのも考えていかなあかんと思うし、時間ですね、あのバスバスで乗り換え30分でしたっけ、あの乗り換え時間、割引が聞くのは、え90分ですか、1時間半やね、それをだから伸ばすとか、あーそういうこともね、 考えた例えば京都駅で乗り換えにあやったら、この間ちょっと買い物してから、また次行こうかということだと経済効果っていうものを見込まれると思うんですよ。だから90分の根拠っていうのはあったかと思いますけども、もう少しね、拡充してもいいと思ってます、僕は。だからこういうことも少しずつ考えながらやっていただきたいということをお願いしておきます。 地下鉄、市バスについては、均一区間のあ料金改定というのがです、ね、消費税増税分については据え置くということでございますけれども、地下鉄の初乗りについては10円上がるということです、ただ、あのね、この答申のポイントには、運賃アップの回避に努めるということと、増税分の国からの指摘、国からもこうやって上げないといけませんよと。 いうことがあるから上げるんだということでいろいろとおっしゃってますけどもやはりあの良い車両快適な移動そして安心安全というものが確保されるためにねやっぱりお金も必要ですよで先般前回の委員会でも議論がありましたけども車両の更新というものについてより使いやすい乗ってもらいやすい車両にしていくということもありますし 鉄を追うというのはやはり、ますけども乗ってみたいと単なる移動じゃなくて京都に来て地下鉄に乗ってみたいといういっぺんに乗ってみようかという車両というのも5万人以上の方が来られるんですから観光客としてこの数無視で,きないと思いますですからそういうことも含めて魅力ある地下鉄というものをやっぱり作っていかなきゃいけないし。 稼働、転落防止稼働式法務柵の問題も、全域にやはり目指していくということでございますけど、スパンとしてね、稼働式法務柵はどれぐらいの先を見据えて、例えば10年間でつけていくとか、20年間でつけていくとか、そういう先を見通した計画っていうのは、今のところ、お持ちでしょうか土田法則鉄道部長。 式でございます交通局としましても、可動式法務策の全域設置というのは、まあ、安全性の向上にあの非常に有効なことでございまして、えーまあ、必要なものかなというふうに認識をしておるところでございます。えー、今般あの、将来的な可動式法務策の設置を目指して、今、議員がおっしゃっておられたように、新型車両の導入なんかも今、進めているところでございます。えー、新型車両の導入ににつきましては、えー、来週に、えー 公表されるビジョンの中で、その新型車両のせえ導入スケジュールですね。これはまあ押しさせていただこうかというふうには思っております。ただあの稼働試験運転を全駅につけるスケジュールにつきましては、その他にもまああの私どもの残りの車両の改造でありますとか、近鉄の車両の改造でありますとか、ちょっと様々まだまだ課題がございまして、現状でちょっと押し締めてくるような状況にはないと、まあ、そういう状況でございます。六代。 この話になると7年前の交通水道消防委員会のことを思い出すんですけれどもやはりです、ね、これはあの当初ずっと長年議論されてきた中で可動式ホーム柵つけるには多額の経費が必要であるということだけれども JR の東西線の北新地駅に今の京都市の地下鉄烏丸線に着いたような柵がつけられるよと。 いうことができてまずは混雑する3駅からということで今可動式ホーム作ができているわけでございますまあそれと同時にやはりです、ね、駅ナカビジネスというのがその時から始まったんですね話が大体がでその時はやはりどうかなっていう疑問あったけども好調な言うならば収入につながる利益を上げているっていうことでございますただですね僕はあの換算とした駅っていうのが ありますね、例えば京都駅の隣の五条駅とか私がよく利用する九条駅あのスペースいっぱい余ってるとこあるんですよだったらね僕あのコインロッカー設置してもいいんじゃないかなと思って京都駅から首都駅ですからそこに置いといてもって行ってもらうというのは京都駅のコインロッカーはね預けられへんぐらいいっぱいの時あるんですよで手荷物預かりのところはあの先般もこの委員会で視察に行きましたけども あの限られた場所にしかない特に八条口にあった手荷物預かりのところも預かれませんよといっぱいでということがあったことも思い出されるところでございますだから駅の空いてるスペースをこれからもっともっと有効に使っていくっていうことも考えていかなきゃいけないと思っておりますけどもそういうです、ね、事業委託とか云々が出てくると思いますんで当然協力会もあるわけですけども。 そういういやはり空いているスペースをいかに使っていくかということを考えていかなきゃいけないと思っておりますけど今の駅の有効活用については、どのようにお考えです安田理事。はいあの駅仲ビジネスなんですけど、あのまあ、大きなお店、展開できるところというのは、やっぱり乗降客に非常に左右されるというふうには思っておりまして。あの 今あの今年間の店舗ができているような敵がそういう上高域だと思っております。まあ、それ以外にも先生ご指摘のまあ五条ですとかまあ九条ですとかあのスペースが空いてるところございます。あの今でもえ自動販売機ですとかまあ、ロッカー系は置かしていただいてますがまあ、あんまり収益が上がらないっていうのが実情でございます。まあ、ただ我々にとっては非常に大切な財産やと思っていますのであの可能な限りあそこの空いてるスペースの活用をできるように考えてまいりたいというふうに思っております。 まあ、いずれにしても、は40年を迎えようとしているところでございますし、その当時の考え方と今の考え方、やはり特にバリアフリーとかユニバーサルデザインという面では変わってきていると思います、今回もあの経済センターが出来るときにです、ね、市場駅からずっと通じる通路のところにあのバリアフリーがー、階段10段ぐらいあったんかな、前は。そそれがなくなくってでその負担も えー、京都市が3分の1の負担でやっていけるっていうようなこともお伺いしておりますだからバリアフリー化っていうのがやはりあの古い施設がいっぱいありますんでそれも兼ねて考えていただきたいしこれまたしつこい目に言うときますけど市条駅のこと地かのとこのね入り口オンリーの改札あれやっぱりもう見直さないともったいないですよ下から入ってまた出るときにもうこと地か行けますもん だから機械が大変やとか経費がかかるとおっしゃるけどそれ以上の相乗効果は求められると思いますのではい得られると思いますので強く求めておきたいと思いますこれはもうご答弁できないと思いますんであのでどこかに置いておいてくださいまたあの言い続けると思いますのでよろしくお願いいたします以上です、はい、この件に関連しまして他はございますか 中では次に北山委員、どうぞ。民間バスとの関係の問題で、ですね通告をしておりますが、まあ、京阪バスがですね観光用の新路線を出すというのが、1月30日の報道がございましたし、またあの管理の住宅を、ですね京阪が退出をするという時にですね、 えー、市内に新たな路線を組むというような記事が出ておりまして、まあ、一般の方が読みますと、えー、新たな展開がされるというようになると思います。まあ、あの春のの、ね、うう路線やなどのお 設定や変更というのはね、まあ行われるわけでありますが、えこの民間バスのですね動きについてはですね、どのようにまあ掌握をされているのか、ちょっと現時点での状況をご報告願いますか。高見部長。はい、えー、民間バス事業者様,様の動向の把握についてかと存じます。えー、私どもあの他事業者のバスの 路線変更あるいは新設等につきましては、まあ、通例としてでございますが、えーまあ、新路線の設置や、えー、既存路線の変更等につきましては、えーまあ、当然先行して並走するバス事業者がある場合につきましてはそちらの方に事前に情報提供相談がある形になってございます一方許認可権を持つ関東官庁、まあ、地方運輸局になるんでございますが こちらの方からも利害関係者、つまりあの並走する、重複する路線を走るバス事業者に対しては申請があったという旨のご連絡が行きまして地方運輸局に足を運びますと運行計画が狂乱できるでき、そういう形になってございます。 では具体的にです、ね、この京阪バスが新しく観光路線、さらにはです、ね、新路線の検討をしているというふうなことについての掌握はいかがですか高見部長、はいえーまあ、一つは京阪バス様のほの独自路線、西本願邪魔市の方面、おび京都駅から京都半七条間の循環線、あるいは京阪バスが出をしまして、 え他業者が運行する観光系のスカイホップバス、これにつきましては、ともに関連事業者から事前の情報提供、あるいは私どもの方、あの運輸関東官庁に足を運んで情報収集をしているところでございます。ただ、あの内容につきましては、まあ、あの、現在、監督官庁で鋭意申請について審査中であるということと、京阪バス様自身がまだリリースをされていないということでございます。詳細につきましては。 お答えしかねるということをちょっとご理解いただきたいと考えてございます。以上でございます。ジ山委員まああのそういうのを計画化されているということについての情報を得ているけれども、詳細についてはこれはまあ、えー、まあたしまあめ民間バスのことでもあるし、えー、知っているけれどもここでは述べられないとこういうことでいいわけですね。そうするとですね、こう公表ですとかまあ市民に まあ市民、まあ鳥居まあ山下などはまあその路線上から見ますとね、大変関心もあるところですが、だいたいどういうふうな時期に詳細が知られるでしょうか。高見部長。はい、えー。まあ新聞にも記事が出てるところでございますが運行開始の広報の時期についてでございます。え3月下旬の運行開始と軽鉄バスから分かってございますが、詳細な広報日については。 現在あの私どもの方の耳には届いてございません。以上でございます。山委員、まあそうしますと詳細が出ればまああのそれは当然同時発表になるのかどうかわかりませんが、またお知らせをいただきたいということを求めておきます。でもう一つ二つ目ですがね、稲荷山トンネルがこの4月1日からまあ無料になるということでこれはまあ昨年の議会でもですね承認をされた中身でありますが、えー、今山丘というのがねこれは立川大学と 駅を結ぶ路線でこれ山は南部の皆さんが大変利用して私もよく利用しておりますが、まあ、こうなりますと無料の場合にです、ね、経路乗車証の適用ができるのではないかという希望もありますし、まあ、今、300円の均一料金にはなっているわけですが、まあ、こういったことについての変更が出るのかというふうなことがありますがこういったことについての協議などがされる、まあ、経路が当然 ですからまあ、しかしあの、保健福祉ですから、えー、そういうのと情報交換などはされているのか、まあ、近,く近くというのは3月の、ね、16日ですあ19日ですか、えー、ですからそういったことについての、えー、意見交換などはされているのか現状はどうなっているのかそのあたりいかかがでしょうか高見部長、はいえー、先生あの、ご紹介のとおり、えー、稲荷山トンネル、えーまあ、現在 ETC 利用でございますと大型車。 700円でございますがこれが4月1日から無料になるということでございますただこの,このいわゆる無料の部分が山級の現在300円の運賃に反映されるか否かにつきましては鶏飯様の方の経営方針ということもございまして私どもの方の耳には届いてございませんまた山科地域での経路山科地域では 利用が可能なところでございますが、この点につきましても私どもの方にあの経路の適用の可否についての方針というのは届いているところではございません。以上でございます。外山委員、あそうしますとこれこういうのはどうなんですかね。まあほとんどあとに一ヶ月ちょっとでね実施をされるわけでありますが、民間バスと。 交通局と、まあ、まあ歩く町、時計やら、まあその県福祉などとのです、ね、そういう連携だとか協議というのはどういうふうにこうされていくのかそういったものについての,です、ね、あの当然、経路は京都市ですありますから、えー、お話をされてるんでしょう、もうだから今、可否についての内容はわからないということでありますが本当にわからないのか先ほどのようにわかっているけれども言えないのかこのあたりどうですか。高見部長 はいえー、民間バス様の新線路線等につきましては当然重複する、市バスと重複する場合につきましては例えばバス停をどうするのか共に使うのか否かあるいはそのクリームスピングと申しましていわゆる儲かる時間帯だけ走るラッシュ時間や夕方だけ走って他の時間は走らないとなりますと当然、市バスの方1日朝から晩まで走っておりますので経営に影響を大きく与える。 監督官庁に申し入れを行っていくところでございます運賃につきましては私どもの方にま決定権はございません監督官庁において上限運賃を認可しその中で届出を受けて運賃を確定するという形でございますただあの先行事業者の営業に著しい影響を与えてはいけないというあの指導がございまして先行事業者と一時くま下回る 運賃の設定につきましては、関東管中適で正でな指導が入ると。私どもの方では認識でございます。以上でございます。北山委員まあ、しかし、利用する側に取りますと、ね、まあ、そのよく言われる。緑のバスが走ろうが赤いバスが走ろうがですね。えー、目的地に着くということでのですね、利用の内容はね。これ一緒ですわね。つまり、同じところに乗るのに、どのバスに乗るかは、まあ。 乗る方にしてみたらです、ね、一番便利に、一番早く、まあや、安く行けるという観点から見ますと、そ,のそういう話が例えばバラバラにされていたんではです、ね、これ乗る方にしてみると、まあ、あ十分なこう、なんていうかね、この利用の度合いがよくわからなくなっていくるわけで、今あの、部長のお話でいきますと、協議はされていると。 でまあ、協議はされるというよりも報告はされるとこういうことになるわけはねそうしますと、えー、著しい差が生じるようなことがあるのではないかとこう我々はこう,うがった見方を追いしてしまうわけですが、まあ、しかし、えー、いわゆる禁属区間内ではないわけで、えー、それ以外のことでもあり民間と交通局と,と,という点から見ればもっとそういう点での協議が十分にされてです、ね、利用者にとって 不足のなないような対応が一番求められるわけでそういったことに対する例えばバス協会での話し合いとかあのいろんな関係会とのですね長年協議の場なんかもあるわけですからそういったことについては皆さんはどういううな話をしていくのか例えば十分な内容をですねもちろんその公表するかしないかは別にしてもですねそういった点での話を例えば 京都市としての都市計画から見てこの点をこうしてほしいとか。そういうふうな点での協議が十分にこうされていくのかなという点では。ちょっと不安を持ちますが、その点どうでしょう。高見部長。はい、えー、運賃設定のあの件でございます。まあ先ほども申しました通りあの運賃と申しますのは。各事業者にとって非常に大事なポイントでございます。各社様が。えー、企業の方針、経営方針に沿って。 政府は一定窃していくところでございますがその点につきましては,やはり監督官庁の方の権限下にございます私どもの方は情報提供は受けますけれどもその内容につきましてあのま言える立場にはないコメントできる立場にはないというのがスタンスでございます、以上でございます田山委員いずれにしましてもですね、えー利,用するまあ、利用する側から見ればですね その辺りについての協議がやっぱしっかりされることや突然にこう、ね、あの何かが走るということについてですよあの利用から見れば連携がされている、ね、十分なこの今までのノウハウから見てです、ね、そういったものが十分な活用されているとちょ,ちょっとこの抽象的な言い方ですけどもそういう受け止めになれるものにしていかないと。えー ダメじゃないいかということとうこなるべくです、ねえー、値上げなどをせず、やはりきちんとしたです、ね、乗客を増やしながらです、ね、経,営改善を経営改善を図っていくという基本をです、ね、しっかりあの持っていただくことを強く、ね、あの願っておりますしまた、そういった、えー、情報の内容などが来ればです、ねまあ、速やかにまたご報告をいただきたいということを求めておきますこの件に関しまして他は、ございますか。 はい、えー、なければ以上で交通局を終わります理事者の皆さんご苦労様でございましたえ次の産業観光局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います はい、あ,りありがとうございますそれでは産業観光局から京都経済センターの関連につきましてご報告を申し上げますお手元の産業交通水道委員会資料をご覧願います京都経済100年の計として本市京都府産業界のオール京都体制で整備を進めてまいりました京都経済センターでございますが順調に整備が進みまして 本年3月16日にグランドオープンを迎える運びとなりました。つきましては、このオープンの前に、経済センターをぜひご視察いただきたく、今回、その施設概要及び内覧会の開催につきまして、ご報告を申し上げます。まず、大きな一番、京都経済センターの施設概要についてでございます。かっこ1建建設建物概要でございますが 所在地は下京区の四条通り室町東いる延べ床面積は2万9000平方メートル約ですが敷地につきましては約4400平方メートルで本市京都市の所有地でございます建物は地下2階地上7階建て9フロアございます建物を区分所有いたしますのは京都府京都商工会議所 公益社団法人京都工業会、それから一般社団法人京都産業会館、京都織物卸商業組合、京都信用保証協会、それから有限会社ミニマル興産、1階等にございます、にぎわい施設、商業施設を所有いたします。この7社でございます。1枚おめくりいただきまして、別紙の方をお願いいたします。建物の断面を示しております。 3階から上、7階までは、経済団体や中小企業団体等が入居するオフィスのフロアでございますで、2階は京都産業会館のホール、それからにぎわい施設、地下1階から1階はにぎわい施設、商業施設でございます、それから1階には和装振興拠点も置かれております。 さらに地下1階が駐車場、地下1階は駐車場と飲食を中心とする商業施設で、地下の2階が駐車場というふうになっております、でこの賑わい施設、商業施設でございますけれども、1階の部分には物販を中心に大垣書店さんが。 2階の物販のところにはポケモンセンター京都などが出展いたしまして全部で19店舗が出店する予定というふうに聞いております1ページにお戻り願います続きましてカッコ2の事業概要でございます3階から7階のオフィスフロアに今申しておりました産業支援機関や事業組合が集積をいたしますけれども これが集積連携することによりまして中小企業支援の総合拠点としての役割を担ってまいりますでまた本市と京都府商工会議所それから京都工業会この4社で11月に設立いたしました一般社団法人の京都知恵産業創造の森これが3階に設置いたしますオープンイノベーションカフェを運営いたしましてこの場を多様な あ人々、えま企業を目指す若者やあ経営者の方々など、いろんな方が出会う交流と共同の促進を通じた新たなビジネスの創出支援につなげる拠点というふうにしてあの運営してまいろうと考えております。で最後でございますが内覧会につきましてご案内を申し上げます。産業交通水道委員会の委員の皆様方。 また、下京区選出の議員の皆様方を対象といたしまして、内覧会を開催をさせていただきます。日時は来週ですが、2月15日金曜日、それからそのさらに翌週、2月18日月曜日の2回開催しようと考えております。15日金曜日の方は、午前10時30分から30分間程度。 18日の月曜日につきましては、午後1時30分からの30分程度と考えております、であの経済センターでは現在、どんな状況かといいますと、建設会社の方から各区分所有者に引き渡しは終わっておりまして、入居団体が順次、引っ越しを進めておると。 また一部のフロアでは内装工事が現在もまだ続いておりますのであのご覧いただけないフロアもございますがあの見ていただけるところ現状で見ていただこうと考えてございます。でこの内覧につきましては 本委員会が終わりましてからまたあの別途個別にそれぞれの委員の皆様方にご案内をさせていただきますのでぜひご出席ご視察をいただきますようにお願い申し上げます説明は報告は以上でございますどうぞよろしくお願いいたしますただいまの報告につきまして何かご質問はございますか平井副委員長 えっとあの経済センターのグランドオープンですけれども、3月16日にされるということでありますけれども、えっと、もともと、ちょっと改めて聞きますけれども、どのような考え、コンセプトで、これが、この、ね、施設が運営されているか、この点ではいかがでしょうか。武田市長、はいえー、京都経済センターでございますけれども、えー、この施設は もともと京都産業会館が50年にわたりましてあの室町のまあ象徴としてですね産業支援にま取り組んでいたこのビルのまあ歴史を引き継ぎながら京都商工会議所ですとか工業会それからあの京都府が持っておりました西大寺の花屋町にございました中小企業会館まあこういった中小企業の振興に取り組むいろんな団体がですね 1か所に一堂に結集をすることで室町の伝統も引き継ぎながら新たな京都の中小企業の振興拠点として建設を進めたものでございまして京都市も都心部の一等地の土地を昔から所有しておりましたんですけれどもこの土地を提供することで このプロジェクトの一員として関わってです、ね、オール京都の中小企業振興拠点として整備を進めてきたものでございます、はい、平井副委員長、まあ、あのこれまでの室町の伝統を引き継ぎながら新たな産業の創造・振興を行っていくということになるかという,ふうに思うんですけれども。 ちょっとあの分からないので聞きたいんですけれども、えっと、区分所有者で、です、ね、まあめの初めの,方の京都府や商工会議所、工業会、まあ、それぞれ役割を果たしていると思うんですけどこの有限会社ミニマル興産というのは、どういう関係で区分所有者になられているのか、分かれば、教えてください武田市長、はいえー、経済センタービルの,あの建設のまあやり方でございますが、 建物を区分所有される今の京都府とか会議所工業会あと中小企業会館に入っておりました信用保証協会なんかも区分所有者ですがこの方々が建設委員会を作りまして京都市ももちろん地主として入っていますが業者さんを選ぶのにプロポーザルをいたしました。こののプロポーザルの中で 市場室町の地に新しいビルができるにあたっては町のにぎわいを創出することも重要であろうということで、えー、にぎわいを生むことができる商業施設を地下とか1階の部分には入れようという、まあ、そういう最初から計画がございましてで、えー、ここのです、ね、商業施設の方の提案もプロポーザルの時に、まあ、建設会社が商業施設とコラボレーションをして えー、こんな商業施設を入れてどれぐらいの、まあ、なんと言いますか、えー、高い建設費で入店していただくかというようなことも含めたプロジェクトの提案を、えー、募集をいたしまして、えー、その中からあ今回そのミニマルコーサンさんというところが提案してきた商業施設の中身がですね採択をされましてでここがまあ 商業施設の部分についてはミニマルさんが区分所有をされることになったと、そういう経過でございます副まあ、あんまり前の経済、あの要は産業会館と、やっぱりそのにぎわい施設の量も含めてね、やっぱりかなり違いがあるのかなというふうには非常に思うところと、併せてですね、3階に設置されるオープンイノベーションカフェというのは、 11月に作られた京都知恵産業創造の森が交流と共同、新たなビジネスの創出支援につなげていくというふうにされていますけれども、具体的にどういうスキームでこういう交流や共同、ビジネスの創出などをするのか、この点では何かあの、まあ、もう知ってはると思うんですけど、どういう感じでやろうとしたんでしょうか。武田市長、はいえー、今現在あのこの オープンイノベーションカフェの運営につきましては4社でいろいろと企画を今立てている最中ではございますこの4社というのが知恵産業創造の森を社員として構成している本市京都市と京都府会議所工業会とこの4社で一般社団を作って運営していくんですけれども大きくは2つあるかなと思っておりまして この森自身の運営によりましていろんな若手の起業をしたいと思っておられる方あるいは学生さんまたそういった起業を支援するいろんな活動をされているコーディネーターのような立場の方それから京都には優れた経営者がたくさんおられますこういう方々が交流できるような直営のイベントを展開をいたしましてここにいろんな方が。 集まるような運営をやっていくという、その直営の部分、それからこの構成している4社が中心になりまして、ほ他の団体も含めて、それぞれの団体でお取り組みになっている企業・創業支援のようなイベント、これもこのオープンイノベーションカフェを舞台に、イベントとして開催をしていただく、この両輪でこの場所に人々が集まるようにしたいと。 いいうことでございますであのレイアウト的にはまあソファみたいなものがあってあのカフェということですのでドリンクサービスなどがあってでいろんな起業を目指す方の相談に乗れるようなコーディネーター的な方がまあ常駐しているというふらっと来てそこで自分の仕事ができるというようなあのちょっと事務所代わりにも使えるようなスペースとしても提供していくあのそのようなイメージで今細部の。 詰めはやっているところでございます。岩井副委員長、まだから新たなビジネスを創造するために、若手を中心としていろんな企業者が集えるような場所にしていくと、でまあそこには相談まあコーディネーターですよね。コーディネーターでそれぞれの経験を持っている方も含めて、そういう集まりながら。 次の知恵を作っていくということになるのかなというふうに思うんですけれども、あのまあ、それと合わせて経済センターですから、単純に経済といっても企業だけが経済というわけではないので、市民利用という面では、どのように考えられているんでしょうか。高田市長、えっと、あのこちらのの経済センターの中には 産業会館にもともとその源を持ちますその京都産業会館ホールというのが2階の部分にございますこれあの展示場とそれからホールということなんですけれどもあの全体で一体利用もできるし、まあ、3つぐらいに区分しても使えるということなんですが1300平方メートルの規模を持っております、まあ、こういったところでいろんな集会ができる。 ということもございますしでまた、館内にはその会議所さんの方が提供される会議室スペースとか京都府が区分所有するところにある会議室スペース大小さまざまな会議室がございましてあの、まあ、それぞれの団体で、まあ、特に中小企業振興に資するような方には少し安い料金設定で提供されると。 いいう,うなこともございますのであの会議とかイベントの場としてあの多く利用されると、と、まあ、そういう意味でもにぎわいの中心になれればと考えておりま外務副委員長まああの、うん、全体的なスペースを生かしながら、まあ、市民活動もできるようなスペースもあるということでの理解だと思うんですけれども、まあ、本当にあの。 まあそういう意味では、あのそれぞれの,やっぱりあの団体も含めてです、ね、あの京都全体が活性化できるようなあの仕組み仕掛けというのが、まあ、あのもちろんいるという,ふうに思うんですけれども、もともと経済センターのそもそも成り立ちというのは、えー、前に質問をさせてもらいましたけど、中小企業会館と産業会館の、まあ、 統合の形からできたもので、もちろん直接、市が何かしたというわけではないと思うんですけれども、土地も貸している関係も非常にありますけれども、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、現在、予定も含めてです、ね、中小企業会館から移ってきている団体です、ね、中小企業会館にそれまで入居されていた総数の比率からするとです、ね、どのぐらいの方々が移られて、 来られているのか全ての中小企業団体が入居できているのか、この点ではいかがでしょうか、武田市長、はいえー、と京都府の中小企業会館に入居されていた団体さんにつきましては、あのほとんど、えー、経済センターの中に移転をされたというふうに聞いております、うん、団体数はあの、お聞きしている団体数としては17団体があの移られたと。 といいいうなこででござまますす団体です大変失礼たたしましたであの入居されない団体が一部ございます、あの6団体ほどはまあ入居されないということで、あの運送関係の団体さんなどが、まあ、移られなかったと聞いておりますが、その十分な駐車場が確保できないとか、団体さんそれぞれになんかご事情があって、えーまあ、あのお話の結果あー、そういうことで。 合意されてていいいるという,ふうに聞いております平井副委員長あの前回の代表質問のときにです、ね、やっぱり全ての中小企業が入居できないのではないかと、まあ、僕はただ単にその今言われたような、所条件が違うからということだけではないんじゃないかなと、あの何回か中小企業会館を回らせていただきましたけれども、やっぱりあの値段が折り合わないということや、まあ、もちろん入居された方々も少し狭いスペースで、 やられている団体もありますし、そういう意味では、副長が答弁されたときに、やっぱりその入居についてはです、ね、各団体の役割と実績を踏まえて、すべての団体が入居できる面積確保と先行した入居受付が行われていると。家賃額についても 公的な役割を果たす団体に対する提言措置が講じられて適切に定められているという答弁がされましたけれども、やっぱりまあ家賃の上昇とか、もちろん中小企業会館とはその別スペースでありますから、先ほど言われたようにその駐車場などの設備なんかも、まあ、言えば、京都の真ん中にあの位置するものですから。 やっぱりスペース的にはちょっと厳しい部分が非常にあったのかなとそういう団体があるというのは現実問題になったのではないかなというふうに非常に思っています、の u との連携でやられているというふうに思いますけれども経済センターについて僕は中小企業団体や中小企業支援そのものが 少しあの印象としてなくなっているのではないかなとあの先ほど言ったようにあのにぎわい施設なんかでまあ行っそのな何て言うのかなその、まあ 収入面で考えながら、非常にその入居団体以上に19団体がその新しい賑わい施設として入ってこられますから、そういう印象を非常に受け止めるんですけれども、印象としてはどうかということと、やっぱりあの京都は99.7%が中小企業になってますから、そこの,あの根幹である団体の方々がやっぱり、 まあいろんな立場があろうかと思いますけれども、そういう立場を超えて中小企業が本当に反映するというのが、京都市としても非常に大事だと思いますし、そういう支援は、あのやっぱり抜いてはいけないというふうに思うんですけれども、この点の受け止めはいかがでしょうか。えー、武田市長 <laughs>、はい、あの今ご指摘いたただきまし通り前回の,あの答弁でもです、ねあのまあ、もちろん 都心部の中心部に場所が変わりますことや建物が新築の最新鋭のビルになることから賃料につきましては上昇やむなしというところはございますんですが府との十分協議をしておりまして例えばその今のにぎわい施設を入れるにしましても全体の建設コストが圧縮されるような方向でのにぎわい施設選びを をやっておりますしでまた、の府のほうもです、ね、実際その、えっと、いろんな水道光熱費とかあの経費面をまあ賄う最低限の賃料ということでの最大限の圧縮を図っていただいているところでございまして、まあ、そういう中であの中小企業の方をまあ優先的に入っていただく。まあこの 入居の交渉もです、ね、一般の方の募集をする前に中小企業会館の方々とは優先的に話し合いをされている中であの全ての団体と合意形成をしているということでございますであの私どもとしても京都府も同じなんですけれども経済センターからまあいろんなそれぞれの団体のご事情で駐車場内も含めましてです、ね、経済センターの方に入居されなかった団体さんにつきましても あのお付き合いの仕方が変わるということは全く考えておりませんし、あのこれまでと同様にです、ね、あの支援をし、まあ、連携をしていきたいというふうに考えております、経済センターに支援機関がまあ結集してあの、ワンストップでいろんなサービスが提供できるようになりますのであの、そういうメリットもぜひ経済センターに入っておられない団体さんについてもです、ね、しっかりあの享受していただくように取り組んでまいりたいと考えております。 ライフ委員長まああの経過の中で全ての団体と合意形成ということで言われましたけども、まあ、あの家賃が上昇すればです、ねまあ、団体業界団体の場合です、ね、今、非常に団体の会員さんそのものが減っているところも多いのであのそこでも断念せざるを得ない、まあ、あの団体も非常にあったんじゃないかなと。 まあ、あの16団体が入って6団体ほどはやっぱり他のところ行かれたということは、まあ、そういう意味もあるんじゃないかなとあの非常に思っていますしあのもちろん先ほど言われたように本当に付き合い方を変えないということとワンストップであの本当に中小企業の支援も含めてですねあのやれるような状況を作っていくということはあの非常に大事だと思うのと僕はやっぱりあの中小企業会館そのものの長寿命化も含めてですね もっと、まあ、京都府は検討すべきだと単純に思いますしそういういろんな団体、まあ中小企業団体がです、ね、もともと寄付して作ってきた施設ですからそういう長寿命化をしながらです、ね、あの低廉な家賃でいろんな団体が再度、あの本当にあの京都経済の活性化だけではなくてです、ね、自分たちの団体も含めてあの京都の伝統を守っていけるような状況を本当にぜひ作っていただきたいなと思っていますし。まあ京都市の 今の役割でいうとです、ねまあ、あの下の土地の部分だけですけれども中小,企業に関しては中小企業支援に関してはあのそういう意味ではあの京都府、京都市ともどもです、ね、あのやっぱり本当に今苦境にあいでいるところもたくさんありますからそういうところでぜひあの力を貸せるような状況をです、ね、あの私は作っていただきたいなと思っています。おります この件に関連いたしまして、他ございますか、はい、西村委員。はい、あの今の,です、ね、あの質疑の中で、経済センターに入ることができなかった団体、まあ、中小企業会館の方からです、ね、あの入ることができなかった団体があるということなんですけれども。あの 例えば、あの、この入ることのできなかった団体のですね。その、入ることできない、その条件といいますかね。その辺の理由というのは、あの、改めて把握はされて。いらっしゃいますか。武田市長。えっと、あの、個別の団体の理由につきましては、え、京都府の方から。そこまで、その、細かい話としては、あ、一個一個の個別の事情としては。 全部お聞きできているわけではございませんであの全体の傾向としてあのお話を伺いしているということでございます西村委員、はいあのまあ、経済センターの,まああの整備の推進がです、ねまあ、京都市もあの中に入っていただいているわけですけれども、えー、中小企業会館、まあ、これ、京都府の所管なんですよね、まあ、そこからあの経済センターにま移る場合です、ね、あの入居できない団体がありまして、 でその入居できないその団体の,その加入の例えばあの事業者はどれくらいの規模であるのかね、ねから今後です、ねあの、もちろんその加盟の団体の,あの組合についてはさまざ、あ、まな活動をされていくと思うんですけれども、一体どこでどういうあのところで活用されていくのか、その,辺のですねまの、あ、きめ細やかなご相談は乗ったことがあるのか、まあ、先ほどですね まあ引き続きあの、えー、支援については変わらないということはご答弁いただいたんですけれども、そのわ変わっていく場合の,その当該団体のです、ね、入居できなかった団体の、えーまあ、いろんなその入居できない条件、あるいはまああのそのへんの,の対応についてです、ね、あの細かなその状況の把握というのは、これはあの無理なんでしょうか、その辺のところはどうなんですか。 高田市長、えっとあのまあ、今、ご指摘ございましたようにその中小企業会館の入居団体さんにつきましては、えーそのまあ、管理をしております京都府さんと直接お話し合いをされていたという経過がございまして。あの 特に私どもの方に対しての,その直接のご相談というのがちょっといただいていなかったこともございましてあのそこまで個別のことがちょっとつかめていない状況でございました牛村院、はいまあ、いろんなその、えー、お話はあの聞いてき、えーまあ、たところもあるんですけれども。 やっぱりあの新しいまあ経済センターにまあ移られるときの,、ね、の条件がなかなかあの厳しいものがあってです、ねまあ、そんなりと新しいところにはまあ入居できない、まあいうふうなあの団体もあの中にはあ,のあるでそういうところについては、ね、やっぱりその入られない入ることができないその条件なのかその条件は 京都市の方でそでいろんなその支援があのすることができないのかあるいはまあその相談自身をですねえまああの乗っていただけたのかというようなことも含めてですねやっぱりあの市内の,まああの中小企業事業者をまあえまあ支えているまあ団体でありますのできめ細かなまあ相談等ですね あのやってしかるべきじゃないかなというふうには思います、でまあ、経済センターに入ることができないということであってもです、ね、まあ、引き続き市内で活用されていくわけでありますから、まあ、先ほどご答弁いただきましたけれども、引き続きです、ね、まあ、こういう団体の入居も問題も含めてです、ね、あの課題があるのであれば、当該団体とです、ね、相談をしていただきながら、対応していただきたいなというふうに思います。以上です 私どもの方も、えー、もちろん産業会館の、まあ、入居団体さんなどとの話は、まあ、直接しておりましたで京都府さんに対して、えー、入居者とのお話し合いを、まあ、あのしっかりしていただくようにというようなことは経済センタープロジェクトの中で あの要請はしていたところではございますが、あの基本的には京都府さんと入居者の間のお話に、まあ、個別の話としてはそういうことになってまいりますので、あのまあいずれにしましても、移転の話ではなくて、まあ、今後、団体さんたちとの連携、支援につきましては、これまでと変わりなくやっていきたいというふうに考えておりますよろし他ございますか。 六大院まあ入居に関しては今議論があったわけですけど今度利用ですね、えーまあ、説明ないしご答弁にもあったんですけどもまあこのこのもともとこの事業概要にねせっかく京都市は地域企業という言葉抜ってんねからね概要の2行目 中小企業支援の総合拠点って書いてあるけどもやっぱり、ね、これからこういう言葉も、ね、しっかり使っていった方がいいと思いますで、まあ、それを置いといて、えー、利用してる立場なんですねあの私実はあの南区には保育研究会っていって職員さんが研修する会がありますでその研究会の研修の場が 今なくなるかもしれないと言われている中小企業会館なんですよ、はい、安いからねでまあほとんどの職員が自転車で行ってます下京区ですけどねで自転車止めるとこもあるしでスペース的にも適切なスペースがありかつ安価であるということで使っています その今、申し上げているのはこの地域企業の、ね、関連団体という意味で利用者というものをどのように考えておいでになるのか例えば、ここでは僕多分、ね、値段が折り合いつかないからあの使えないと思うんですけどもねやはり、えー、利益を追求するう企業と違う。う 福祉に関連するような団体も使ってるということをちょっと知っておいていただきたいと思うんですね今現在使ってるというのをで当然府が運営されてるんで市が直接ではないんですけどもこれからやはり福祉連携のもとですねこういうスペース例えば応援するためには割引とかいうようなニュアンスのご説明あったんですけどそういう認定をする団体ねどういう基準で考えてはります 高田市長、はい、あの会議室等の利用料金につきましては、現在の考え方ではです、ね、中小企業団体とか、中小企業を支援される団体さんについての優遇というようなことを考えている段階でございます。国委というのはね、公益社団法人であります、京都市保育園連盟というのがあります。 今月の理事会会中小企業会館でするんですよ。はい、で明日に使うたりね未来館使うたりもうそこら中会議室探すの大変なんですよでそういう中でそういう団体も使ってるということなんですねでそもそも保育園っていうのは産業を支えてるんですよ働く人たちが働けるように子どもを預かってその保護者が働いてもって経済を支えるとでも関連団体なんですよね その辺もちょっと仲間に入れてほしいなと思うんです。どうです、高田市長。はい、ありがとうございます。あのまあ中小企業の、えー、振興発展につながるという切り口でですね、あの捉えていけばまあ、あの可能性もあると思いますけども、それぞれあの区分所有者によってまあ貸し出しをされておりますので、えー、運用しているその運用の中での判断になってくるとは存じますけれども。 あの確かにおっしゃいますように、中小企業のまあ振興発展につながると、まあ、その切り口で,です、ね、あのちょっと個別にあの判断をしていくように、えー、それぞれの管理者とまた相談してまいりたいと思い僕、委員だからもう現実にね、今、そ中小企業会館、利用してるんですよね、うん、だからそういう利用者っていうものを把握してもらいたいから、あえて僕はあの今日はこ質問するつもりなかったんですけど。 今いろいろとお話の中で思いましたので、えー、よろしくお願いしておきたいと思います以上です、はい、他ございますかなければ以上で産業観光局を終わります、はい、理事長のンさん,さんご苦労様でしたこれをもって本日の委員会を散会いたします委員の皆さんご苦労様でございました